ただろう。今日はこちら、今サーティワンで売っているぼったくりかと思うぐらい高いポケモンのアイスを買ってきました。たとえ火の中、水は各社の中、森の中、あの子のスカートの中、キャー、なんか大変だけど必ずゲットだぜ、ポケモンゲットだぜ、イエ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 イ。今回はチャンネル登録者数17万人様をお祝いしにやってきました。元気にしてますか？あの初見の方いらっしゃらないかもしれないですけど、もし初見の方がいらっしゃったらですね、お前チャンネル登録者数今34万人5万人ぐらいいるけどどういうことって思ったかもしれないですから、お祝いが追いついていないっていう幸せなあのことでございます。おー、なんかちょっとよくわからん、これで遊ぶような年ではないので、もうちょっとこれは遊ばないんだけど、いやこれどう開けたらいい感じになるの、ないこれどういうこと、めんどくせーこれ、なんかサムネ撮り方わからん。とりあえずちょっとあの何味を買ったか紹介していこうと思います。一つ一つモンスターボールの中を、なんかどうやって開けるの、何これ、どうやって、何これ、あかんっちゃうけど、何これマジで、開いた。まずこちら、これ何かな、これラブポーション31です。次ポッピングシャワー、みんな大好き。なにこれ、もう。チョコミント。なんだこれ、チョコミント。ただのチョコミントじゃなくて、なんか夏季限定のやつ。削っちゃってない。次、ピカチュウ味のやつ。ピカチュウ味じゃない、なんかピカチュウが入っとう黄色のやつ。この中身はゲンガーではありません。なにこれ。なんか見覚えのないやつ。最後、何これ、キャラメルリボンです。チャンネル登録者数17万人ありがとうございます。皆さんいつも本当にありがとう、本当にありがとうございます。私17万人って言った、これ18万人祝うやつですよね。18万人ありがとうございます。いや分からん、もしかしたら19万人祝うやつかもしれない。ちょっともう分かんなくなっちゃって、自分でもごめんなさい。それでは実食、このピカチュウ味から食べます。いただきます。なんかめっちゃトロピカルの匂いがする。私トロピカル系のアイスあんまり好きじゃないよね。お、パイナップルのお味、すっげーパイナップルだよね。あんまフルーツ系のアイス好きじゃないんですよね。なんか不思議がられるけど、よくこの絶対夏季限定であろう、よくわからん怪しい色の恐竜みたいなアイス、メロンじゃないこれ、私メロン嫌いなんだが、メロンじゃない、なんかコーラとメロンソーダの味がする、ラムネのお味、あんまり好きじゃない、あんまり好きじゃないです。次ラブポーション30、もうこれはもう好きなのよ、これイチゴやん、フルーツやんと思うやろ、なんか違うんだよね、なんかイチゴはなんか別枠なの。いただきます。うん、少し粘土のお味みたいなのするんだけど、美味しい。結構でかいチョコがいっぱい入ってるから、これ、美味しい。次ポッピングシャワー、じゃん、中のパチパチくんが死んでいる、なんかポッピンが死んでる、なんかポッピンポッピンしない、このポッピングシャワーのポッ、なんかポッピン部分であろうものたちがポッピンしないよ。なんでポッピンの才能って時間が経ったら奪われるものなのかな、なんか全然チワチワパチパチしない、これなんでだろうね、好き、めちゃくちゃミントであろうチョコミント、いやチョコミント好きなの、チョコミント嫌いな人多いよね、結構歯磨き粉のあれがするのっつってから、なんかアポロみたいなの入ってるけど、これすごい、すごいサイズのチョコがザクザク入っているよ、なんかアポロみたいなサイズのチョコがたくさん、うん、おお、クリミカかも、
いや、あの食べようとする人ゼロ人説だけど、チョコミント嫌いな人は絶対にこれ食べないでください、友達に。じゃ、一口一口食べてみて、美味しいけ、マジマジ、あんあんあんとか言われても絶対断った方がいい。すっげーミントだから。うん、素晴らしいお味です。ゆうこあんまり好きじゃない。今のところ優勝はない。次、キャンディーリボン。ん？キャンディーリボン？キャラメルリボン、すいません、キャラメルリボン。キャラメルリボン美味しいよね。なんか食べたい時と食べたくない時があるけど、うん、うん、ミントで土地が麻痺して何の味もせん、何の味も、冷たいほにゃほにゃの食べ物という感じ。うっ、ちょっともう全部甘すぎて気持ち悪くてさ、何か食べようと思ったら、玉ねぎしか入ってなかったら、玉ねぎ丸かじや、さすがに無理。みんな満腹、満腹っていうか全然お腹いっぱいではないんだけど、アイスを6個も食べれるバカ者はいません。あ、ごめんなさい、いるかもしれません、そういうバカ者も。バカ者というか食べれる方もいるかもしれない、食べれない私がバカ者です、すみません。あの普通に普通の人なんですよね、多分胃とか、あの鍛えられてない、そこまで大食い選手方たちのように。なんか本当にこれ結構高くて4000円ぐらいだったっけ、3000から4000ぐらいだった気がするんだけど、まあなんか友、ポケモンが好きな友達とかいるんだったら、まあ買っていったら喜ばれるかもしれないですね。うん、チョコミントは嫌いな子がいるんだったら、これは絶対買っていかないことと、トロピカル系のアイスが嫌いだったらこれ買っていかないことと、メロン系のアイス嫌いだったらこれ買っていかないことと、イチゴみたいな酸っぱいの嫌いだったらこれ買っていかないことと、シュワシュワしないポッピングシャワー嫌いな子はこれ買っていかないことと、甘いのプーツの人はこれ買っていかないことですね。はい、それじゃあ私はプルダックポックミョン食べたいので終わりたいと思います。18万人の皆様、18万か19万かどうしよう、これ間違いとった、私は18万と思っと、もしかしたら19万かもしれません、すみません。そしたらアフレコで何とかしてください。17万の皆様ありがとうございます。いつもこれからもよかったら見てください、動画、いつも僕はここにいます、当たり前やけど、バイバーイ。